今作った曲は侍って名前しました。侍。全然なんか、僕って顔が侍じゃないんだよ。顔が侍ってないよ。はい、今日はグリーンスムージーで乾杯。DXM600 とグリーンスムージーで乾杯。鍵盤ライフになんか語学講座って書いてある、あるんですけど、全くそのようなことはしてない、してなくないか、してなくないな、してますね。今弾いてるのはフィッツ・ウィリアム・バージナル・ブックっていう、この大昔の楽譜、謎の楽譜です。でみんな楽譜に興味がないのかな。楽譜読むの嫌な人多いよね。音楽やる人も。楽譜ってめちゃくちゃに面白いのにな。みんな読まないんだ。
これ見てる人誰？立ちこまさんですか？面白いでしょ。これは変装直です。面白くないかもしれないけど、面白くなかったら面白くないって言ってね。僕は面白いです。楽しいです。僕は楽しいけど、聞いてる人が楽しいのかは知りません。わかりません、そんなこと。そんなこと僕に聞かれてもわかりません。わかりませんわ。さすがに。というか、どなた？今日は荷揚げ頑張った。めちゃくちゃ疲れた。現場労働。人間のやる仕事じゃねえ。マジで。明日から飛ばそう。録画が一回切れたっていうか、あれしたね、更新されましたね。なんか DXM が全然効かないんだけど、どうしてかな？効いてんのかな？わからんわ、もう。
薬やってんのかやってないのかわからない。何錠飲んだかも忘れちゃうしすぐに。じゃあこんにちは、和藤しみらです。医薬中です。いなくなった。こんな医薬中なんて言ったら、あ、髪型があかんな、これ。髪型のせいですか。アフロヘアーだから。しゃあないな、ヘルメットかぶるしかないな。しょうがないね。ヘルメットかぶってピアノ弾くしかないわ。もう疲れた、みんな遊ぼうの日だからいいね。僕の好きな人がそう言うのなら。ご安全に。何をやってるんだ僕は。半分寝てたわ。キャッツやってること自体忘れてた今。現場労働者のキャッツですっていうふうにしようか、宣伝しようか。この可愛い姿を、可愛くないな、あんまり。まあいいか。現場行ってきまーす。検査、水567。はい。
先輩行ってきまーす。まあ、よく配信者がやるやつですね。アイテムを使うとき、ここに人形を置くとかね。そういうことをやると、優しいんだけど、僕優しくないからな、根が。もうなんかいいや、この辺は。気違い向けやわ、この辺は。これいいね。というか俺がどんな風に配信してるのかを撮ってきたい今。こんな感じです。これやる意味って全くないんだけど、なんか僕のやることリストに入ってたから今やった。聞こえてますか、この声は。聞こえてる？本当に。さっき虫の息さんが聞こえてるって言ってくれて、返してくれて、僕が歌い出したらどっか行った。じゃあ、愛に満ち溢れる壁さんを弾こうか。難しいことは考えず、難しいことは考えずに壁さんを弾きましょう。難しいこと考えすぎだわ。もう頭悪くていいよ、もう。バカでいいです。しんどいです。ちょっと待ってな、ちょっと待ってな。ヨバさん、お久しぶりです。作業中ですが聞かせていただきますね。作業の邪魔しないような配信にします。ありがとう。じゃあ、どうしようかな。僕の曲を弾いて、弾いていこうか。それを今から
されてる感じで良いです。 YouTube にも来ました。ありがとうございます。本当にありがとう。そういなこんな狭いマンションで、音声とかたまに途切れる。電波悪いのかな。ですか。回線が遅いのかな。マジですか。マジですか。本当ですか。なんかしたかな俺。俺なんかしたかな。俺が悪いのかな。僕何も触ってないし、多分この被害妄想的なあれから言うと、ツイキャスの運営に半分バンされてる。Wi-Fi なの？ちゃんとネット繋がってますよ。途切れるんですか。ちょっと配信し直しますわ。パソコンで配信ですよ。PC で配信ですよ。パソコン配信。ちょっと枠取り直してみます。